なんという失態だ。逃げ出しましょう。奴らを逃がしてはならんぞ。どこいる？ルフィ君、船へ走れ。とりあえずルフィとエースが生き残ればいい。はい。どこだ？簡単には逃がさねえ。大将たちを倒していけば。なんか出た。お前が道を塞いじまうのが早いな。動きづらくなるのね。氷の壁か。待て。ちょっとそこどいてくれるか。これ青木倒しにくいかもな。おやじの言う通りにするんだよ。待て。あれだけ暴れたんだ。もう限界だ。ちょっとそこ。ここで手を取るわけにはいかねえんだ。ナイスタイム。よし、OK。どこ？ここか。まあいい。どの道、逃げられねえよ。まだいるんかい。多いな。助かったと思ったか。ここがお前たちの処刑場だ。剣と麦わらを処刑しろ。どんどん出てくるな。ある程度倒しとかんとエースが取れないね。やってくれる。ちょっと待って、エースの邪魔するな。エース、行こう。おっさんの覚悟で無駄にはできねえ。あと一体。よっしゃ、いける。強くなってない、ルフィ。いつかエースも超えてみせるさ。じゃあまだ今は俺が守ろう。どっち？こっちか。またなんか出てきそうな気はするけどね。どっち？下に行けばいいの？なんかいるか。いや別に何もいない。ここにエースを連れてこなきゃいけないんだけども、来てる？戦ってるな。止めろ。誰一人逃がすな。エースが解放されりゃあとは海軍を食い止めるだけだ。ちょっと待て、多すぎる。なるほど、そうなったか。ならば広場が真っ二つに裂けただと。こっちをまず倒しに行く。まだこんな力を。奴は本気でこのマリンフォードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。リーダーどこ？じゃあ殲滅。いいね。マルコとももう合流して OK ね。あと少しで逃げ切れるぞ。エースを解放して即退散とは、こんな腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団、船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース、敗北者取り消せよ今の言葉。ここで決戦か。とりあえず当たりは俺が倒す。
こう。あ、意外と余裕だ。オンドレー、王になれずじまいの永遠の敗北者だ。白ひげじゃ、どこに間違いがある。一人でも多く生き残ることが、ちょっと親父さんの休憩すればいける。エースと弟の逃げ道を作れ。何十年もの間海に君臨する。王にはなれず、何も得ず、白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ゴギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。まだ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん危ない。レイゴー、どれ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだエース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよエース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。
親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を、愛してくれてありがとう。あ